안녕하세요웅짱 TV 의웅짱미오마카아이뼈나리자え、もうそれ払わなあかんよ。あ、何残っちゃったの。っていうね、あれを見ないとね。あれやっといてな、俺。すみません、俺アホやからだ。今日めちゃくちゃ調子いいみたいな。なんでこっちね。やばいってやばいって。さあ、前選んだ10本の中の最後の映画を今から見ていきたいと思います。このタイトル言うと初めて聞くことになるのかな、現代は。ああ、確かに。うん。じゃあ今から見る映画のタイトルはチャンファーホンヤンです。同じ意味それで全く違う。あ、そうなんや。これね、人の名前です。韓国にチャンファホンヨンデンウーワがある。へえ。日本の題名はタンスやったんか、うん、タンスもある意味として出てくるんで、俺もめっちゃくっちゃ久々見ます。へえ。それでは今から見ていきましょう。はい、はい。なんだよね。なお、いるんですか。なんかこんなんじゃなかった。あ、そう、こっち系の青かったもん。おーっと顔こわってるけど。なんか全部の価格怖い。めちゃくちゃわかる。くるかくるか、全部意味深やもんな。ちゃんとホラー映画やってんなって感じやな。おー、伸びてろくなおそわ、やるままにね、せるにくどもなにくるねん。더이뻐졌다근데니들너무섭섭하다얘바퀴바퀴야나나는집안좋으면집도만들면서電気つけろよ。まだ2時35分やろ。こんな真っ暗で節約やね。カーテン開け。もう間違いない。初演やそこだよ。おかしいやろ。節約さがさらに今こんな良さそうな服着てんのに。その服買うために間違ってるって。消せよ。これやん。キモ。うわ。何？ちゅうりやん。でか。確かにでかいね。でっけ。うわ。あ、しっかり。乗ってきてんの？夢なら覚めて。しんどい。めっちゃ序盤ですよね、まだ。招待された側もなんか暗そうやね。うん、間違いない。暗そうやね、ほんで。嫌がってるやん。間違いない。何も興味ない。ねがこびちゃんだと手を取るわったが、俺パーチョソン、女となるパーカーティングもらっとったな。温度感。ピロも갑자기奥のパラのパラのボザたち、キクル、シンジャドル、マキアドル、クレジ。じゃあ、言っちゃったんで。
半歩で。すげえなメンタルが。ちょっと変わるじゃないか。なちょっとね変わるじゃないの。僕なんで結婚したん。なんでなんで。急すぎてわからん。わからん。私帰りたいから演技したからね。やっしー。ダークシブシイサンコバスドシクデミテオタニョジャレ。そこにいたんか。気づかなかったぞ。気づかなかったな。流し台見てる。流し台の下の女もあんな発狂されてたらびっくりする。そっちの心配して。この人も一応怖いんや。来た。見て、あ、そこアド見て。よく見れんな。そっちな。すごいな動き。まだ黄色見れんな。環境やからな、こういうのは。まだあかんで。うわ。まだ行く。あるぞ。なんか来る、なんか来る。그여자가우리한테하지말야그렇게크게보지말아해보란말이야수연이자꾸괴롭히잖아제발그러지마수연이죽었잖아왜마사카는돈낸가해도겁나니하나씨가미에해진짜나나가야되거든너지금이순간후회하게될지도몰라용심네오래됐나이하이오래하자これで韓国ホラー映画2本目やな。前みたいなのとテイスト全然違うやろ。全然違う。こっち系の方が韓国よりかな。これは2003年の映画です。19年前の映画。あと観客動員数は約300万人ぐらい。あの当時の300万人で言ったら結構な成功だと思うんで、韓国の中でもよくホラー映画って言ったらこれは必ず入る、映画でもあります。よ、見てどうでした。いや、しっかり嫌やね。コンジアムは来るぞ来るぞでバーンって来てくれることの方が多かったやんか。うん、こ、もう、何もう来るぞ来るぞ
なかなか消化できない。あとはやっぱり日本でも馴染みのある意味が分かると怖い話みたいな、うんうんうん、やっぱり好きではないけど映画としては一回なんかどんでん返しがあってでからの、うん、それなんやったらどうなんみたいなのがもうずっと頭にの疑問をずっと考えながら見てて、最後に種明かししていく形の映画やったから、うん、なるほどなって感じの感情やったね。コンジアムが薄れてるのもあるかもしれないですけど、うん、コンジアムの方が良かった怖かったけどちょっとすっきりした部分もあったみたいな、今やから言えるんですけど今回はずっとなんかじんわり嫌というかずっと嫌な空間が流れてるからずっと嫌でした。それ褒めてるってことよ。でいいから褒めてるかもしれない、うん、もう一個嫌なのはコンジアムは肺病院じゃないですか、うん、けど今回も家やったから、これ思い出すやつ、この怖いあるあるの、そんなんも相まって嫌ですね。なるほどね、うん、見てる時にうわ自分の家やったらここやなとか思ったらあかんけど思っちゃいましたね。今後タンス開けるたんびに、はい、やめてください。はい、分かった。気持ち悪かったっすねホラーというよりかは、うん、なんかミステリーというか、うん、の要素の方が強かったのかな、うん、なんか気になる結末というか、引っ張るなっていう感じの映画でしたね。ベインは恐怖を与えようっていうそういう面ももちろんあるけど、うん、まあトラウマやな、うん、一番のメインのテーマって言ったら、うん、それを描いた映画でもあるから、うん、ホラー映画とはいえ、うん、そういう面がすごかったって感じやな。いやもう今ウミちゃん言ってたまんまよ逆にそのホラー映画邪魔じゃないと思ったもん。おもうちょっとミステリーに寄せてやってよかったんじゃないかなって思うぐらい、うん、ホラーなんかなって思った。まあ俺はマジで今日で俺2回目やったんよ、うん、だからほぼ19年前ぐらいに1回見て今見たって感じやけど、でもどういう流れなのかっていうのはもう全部入ってたんで、ああそうなんや、やっぱりこっち系の映画って印象に残りやすいんやっていうのを今感じましたね。ほんでこの映画みんなも見たことある映画監督の映画ですなと思ってるよ。ヨンガシ、おー、トガニ、おー、エクストリームジョブ、おー、私もだいぶちゃうけど家族スキャンダル、うちょっと思ったんですよ、ちょっとあのビルス的な面と暗闇使いがもう、ね、あ、待って聞こえたわ、オールドボーイ、おー、パクチャーの監督ね、はい、もう正解言いますけど悪魔を見たと同じ監督です。へぇ、全然わからんわ、それはあちゃんわからんやろ、うん、この人の長編2作目にあたる映画で、この人の1作目が俺めっちゃ好きなんよ、ブラックコメディみたいな感じの映画で、その後にこれ撮ったんで興味があったんで見たけど、うん、あ、面白かったなっていうのを覚えてる映画です。じゃあこの映画で好きだったシーン、もしくは印象に残ってるシーン。印象に残ってるシーンはあれかな、うん、ほんまに一瞬のパパパっていう演出で種明かしを一瞬したところ、あ、でその顔が罪、それだけ見せてちょっと種明かししたところは、うん、そっちかーってなりましたね私は実際に言ったしここでそっちかって、妹がおらんねやろなっていうのはちょいちょい演出でそういうことやろなって思ってて、でそっから私はなんであのもう一人のお母さんの方は見えてるんや、うん、それがもうその描写でそっちねっていうああって納得したシーンやったんで、だいぶ印象に残りましたね。俺全然理解しへんけど今でも理解しへんしマジでマジで若は、まあ、もちろん好きなシーンはないんですけど印象に残ってるシーンは夫婦来たじゃないですか、奥さんがバーって倒れて最後帰りの車であのキッチンの下の女の子大丈夫みたいなこと言った時に来たじゃないですか鳥肌立ちませんうわって思ったんがずっと頭に焼き付いてるんでここですかね。そうやな、まあ、もしくはあいこだけ通りにあの人がいやあの人を見てなってたかもしれない僕は序盤で割ともう初めらへんに幽霊出てきたじゃないですか、まあ、おそらくお母さんっぽい幽霊が出てきて、これ結構怖かったじゃないですか。まず序盤でうおもう出てくるやんなんか四つん這いになりながらでかなっていってめっちゃでかいやんっていうのと、結構こうシュッシュッって動くじゃないですか、めっちゃ早いやん立たへんやんっていうのが強かったですね序盤で来るかと、ここで来たらもう何回も来るやんあ
と何これ夢やったら早く覚めてって言ったよな。誰か森は印象に残るとこがないぐらい理解できてなくていやもう何やったんと思ってもこの映画でもマジで唯一言うんやったら義母が下を覗いて上がったらこの横に女の子座っててなってなんかあの時の目の動きがすっごいグーってこっちまで車行ったからうわすごい演技力ぐらいしかもう印象に残ってないでこれマジどういう話だったマジ全然なんお父さんとスミが2人で家に帰ってきたけど、うん、スミと2人で帰ってきたってこと？そう、2人だけその2人だけやったやんほら、おい、分かってんやんお母さんおると思ってましたわそうなんでやん3人やと思ってましたわおかんって見えてたやつが自分っていうかそのスミやったみたいなスミが自作自演というかいろんなマートの中であの食卓で1人でこう洗ってたあれ演技、うん、つまりスミがやったってことよあれもえ、じゃああの袋は何義母の人が妹を殺したと思い込みたいから、うん、本当はもう自分のせいでもあるじゃないですか隅からしたら自分の中でストーリーを描いていってなるほどそう理解しましたつまり義母が初めて登場したのは巣の姿が初めて本物の義母が出てきたって感じその前までは全部隅なのであこれが全部隅やって思いながらもう一回見るとまた違うんだよね、ねえこのままだからねこれちゃんと言ってくれないと分かんないですね急に釣りが向いてへんかもな私で怖さ味わえるのにそういう風にしたら何も面白くないな俺何も怖かったもんマジで残念やなもう一回ゾッとするのは序盤にオトンがベッドに入るやんか、うんうん、義母のことこうね、やったけど結局他の部屋に行くやんか、うん、それも隅やったからこの子がもう自分を誘おうとしてる感じで今ここに来てるんでベッドにね一応合わせてあげてったけど最初はね無理やなってなって苦しくなってもうお金払っちゃったってなるほどなるほどそういうことねお父さんの下着用紙の隅やし、うん、そう、それを持って行って怒ってんの隅やしそういうことそういうこと怖今私あれかな海外のやつでこういうのはよく見てるからねこっち系あるよねそれこそもういていいと思うけど、うん、まあシックスセンスとかねうんやなシャッターアイランドとかこんな感じあーそやな、ね、デカプリオ好きやからデカプリオ出てるんですよねほんとあの私よう言ってるやつマーミね、マーミもまあ確かに言ったり寄ったりするね、うん、なのでまあよくあるっちゃあるホラーの見せ方、うん、まあスリラーの見せ方の映画でもあります、はい、俺だけどまずシーンで言うと今もう一回見ながらもやっぱすごいなって思ったのが義母の糸が一番最初に登場するシーン、うんの気持ち悪さというか暗闇の中でちょっとずつこう光が差してってそこを手の動きほぼせずにこうやって来るんよ、うん、この人見てすぐみんなもなんか変な人やなっていう思い思ったと思うよそれもまあという演出も含めてという印象つけられたと思うんだよねそういうのが上手かったしあとさっきも言ったけど影の使い方やっぱり素晴らしいなと思うあとはもう一個の主人公って言ってもいいぐらいこの家、うん、この背景はもう最高やなというまあ未完成あの美術のところも素晴らしかったと思いますセリフで言うと希望の最後のあなたこの一瞬をずっと後悔することになるわよっていうあの言葉はってあれマジで悪い女よな、うん、あいつがあの子にトラウマかけさせたようなもんやから、うん、結局はね、うん、そのシーンでその妹が味わったであろう絶望感もねスリッパが見えて、うん、ガーンやって助け求めたのに、うん、去っていくやんか、うん、その気持ちも考えたらやばいねうんじゃあこの映画でちょっと残念だった部分もうないうんないもうないおそらくこの映画にとっては褒め言葉なんやろうなって思うけどもう気持ちが悪いずっと本当に間がすごいよねうん、うん、ないけど強いて言ったらマスミが正体判明したシーンあったじゃないですか、うん、で分かったあとその後が長ってめっちゃ思っちゃってまあそんな説明するにはそれぐらいの時間がいるんかもしれへんけどちょっと飽きちゃいましたなるほどね、うん、うわ中盤に妹の部屋のタンスで首吊ってやってたじゃないですか、うん、なんで妹のタンスでまず首吊ってんやろうなっていうのと、うんうん、タンスバーンたどれてきたらもう全員気づくやんっていうのが引っかかりましたねまあ妹のタンスを選んだ理由はそこが良かったからじゃない
音的な面はやっぱり思っちゃうよね。解釈が一個あるのは、音も早く希望になっていくと結ばれたいからっていうのもあったりする。なるほどな。そういう見解もあります。ボーリは？いやだから言ってるよ、もう分からない残念な点も分からないけど、さっき言ったようになんで俺妹の部屋で首吊ってんねんと思ったし、あいつの言ったようにじゃあもし隅の部屋で首吊ったらそれも理由ないやん、うん、どこで吊っても理由ないやん、うん、ないない。だからどっちでもよかったんそれは。そう、まあ最後になんか挨拶みたいな感じで娘の方ね、もうなでなでして、その後ダンプカートでいなくなって死んでってなったから、そこで挨拶したし、その場でもうなったかもしれない。なるほどね。俺の場合やけど特になくって、まあ、演出的に結構洒落た映画やなっていう感じは感じました。じゃあこの映画の点数をつけてみましょう。はい、私の点数は3点です。うん、ホラー系が好きじゃないっていうのがまあ大前提としてあるけど、やっぱり気持ち悪さはあったけど、なんか小説を見てるみたいな気持ちになった映画やったから、なるほどね。なんかそこの面ではすごい面白かったなって思えたから、うん、でもやっぱり毎回見たいとかはもう一切ないから私は 2.8 です。うん、ホラーホラーじゃない関係なしに、なんかあんま好きじゃないストーリーの展開というか、うん、平坦に進む感じとかあんま好きじゃないし、低めになりました。僕は 2.5 ですね、うん、ストーリーの方もなんかちょっと理由を求めてしまうというか、うん、そういうところがちょっと気になってしまうので、うん、っていうところで 2.5 になりましたね。なるほどね。この点数は 1.6正直理解してへんから、いやこれはもう完全にこっちの問題と思うで、理解してへんからね。もしあるんであればリベンジ枠には突っ込んでみたいなと思ってただ今現段階ではもう理解もできんかったし、何がものがもなかったから、まあ 1.6 かなって感じ俺の点数は4点です。ホラー映画って俺結構まあ定位を問わずめちゃめちゃ見てんねんけど、こんなに嫌な気持ちをずっとこう持続させて、その雰囲気で恐怖を感じさせるところがうまいなっていうのを感じたんで、それも良かったし、あとヨンジャマさん、あの義母の方の演技もすごく良かったんで。さあ、うんちゃん TV のチャンファーホンニャンの点数はせーの 2.6。これで10本全部見ましたね。つまり次回とかまた新しいね映画とか選定しまして、また見ていきましょうか。皆さんも僕らがまだ見てない映画とかでもしあのリクエストがあればぜひ書いていただけたらと。できたら配信してるやつとかネタフリとかあの辺とかだったら全国消すと思うからさ。それがね違うんよ。へえ、そうなんや。韓国のネットフリックスと日本のネットフリックスやってる映画は違うんよ。あ、それは知らんかったわ。それはネフォリー限らず、ブラブラスとかアマドクラブ全部そうなんよ。なのでそういう問題がありますんで、でもぜひよければぜひお願いします。じゃあイボヨンさんぬヨジガジゴヨチョイヌンとタンヨンさんへそペットラハゲスミタハナトゥーセせよ。なんか普通にそれ持ってらんね。さっきさ、めちゃくちゃいいタイミングでなんか落ちたよ。マジでね、終わったって思ったすごない、うん、いや、すごい。今まで一回もなかったんやか、うん、え、おるやん